疲れた。プラカード持ちの仕事を終え、日給をもらった俺は夕方の街を歩いていた。まず腹が減ったな。何にも食べずにずっと立っていたわけだし。さて、どこに行こうか。この2週間で食事ができる店の場所はだいぶ覚えた。しかし、どうしても候補として一番に思い浮かべてしまうのはあの店だ。小さな妹と失婚兄貴がいるあの店、サジ。あそこにするか。2週間のうちに幾度となく通った道を再び歩き始めた。いらっしゃ。あ、リクくんじゃん。よ、来たぞ。俺を迎えたのはエプロンを装着してお手伝いモードのミキだった。最初は小さな子が無理しているような印象しか受けなかったこの姿も、連日のように通った今ではすっかり見慣れた。多分ミキの方も俺に慣れたんだろうな。いつの間にかくんづけに呼び方が変わってるし。リク君、今日は何しに来たの？実は今日は金融関係のバイトをしていてな、借金の取り立てに来たんだ。その冗談はつまんない。そんなこと言わずに少しは乗ってくれてもいいだろ。取り立てだなんて。確かに全額返済したはずだったのに。呆れた様子を見せながらも合わせてくれる。うん、優しいな、ミキは。まだ利息の分が残ってるぜ。そっちも返してもらわなきゃな。返せなかったらどうなるの？返せる分の額ができるまで兄貴はマグロ漁船だ。私は？問いかけられた俺は不安そうな表情のミキに顔を近づけ声を潜めた。今から言おうとしているセリフは厨房にいるシスコンには聞かせたくない。冗談でも怒るから。ミキは風呂に沈められる。この意味はわかるな？したくないよ。仕方ない。なーに、ミキならすぐに返せるさ。そうだな、2年もやればいいんじゃないか。嫌だよ。恨むなら借金を作った兄貴を恨むんだな。そんな、そろそろ良くない？ちょうど飽きてきた。何をやってるんだ、出会い頭に。動画に似つかわしくない2度目の深いため息がミキの口からこぼれた。今日もめんどくさいね、リク君は。面倒とはなんだ。いきなりクイズ出してくるミキだって面倒だろ。私は楽しませるために出題してるんだよ。いわゆるエンタメ。俺だって同じだ。ミキを楽しませるために考えてきてるのに。楽しんではないよ。鬱陶しいなぁとは思ってるけど。そんなこと言いながら毎度毎度合わせてくれるミキは優しいな。あのまま放置するのもかわいそうかなって思っただけだもん。かわいそうって思ってくれてる時点で優しい子だってわかるな。ひょっとしてリク君何か企んでる？いきなり褒めてもカレーが安くなったりはしないからね。なんで下心があるように捉えるかな。いきなりそんなこと言われたら疑うのは当たり前でしょ。人からの褒めの言葉はもうちょっと素直に受け取りなさい。俺が言うなとも思うが、そのツッコミはそっと棚にあげておく。そんなんだから背が伸びないんだ。身長は関係ないでしょ。いろんなところが育たないんだ。それも関係ないでしょ。まったく。そんなこと言うんだったらもう付き合ってあげないから。そんな悲しいこと言うなよ。今日もやってあげたことに感謝してほしいくらいだよ。昨日は正直もう二度とやりたくないって思ったんだから。なんだ、昨日のはそんなに絡みづらかったのか。最悪だったよ。新興宗教の勧誘って設定はどう対処すればいいのか全然わかんないんだもん。まあそりゃそうだ。俺が本物の宣教師だったらミキは今頃入信させられてたな。そんなわけないでしょ。どんな宗教なのかも説明されなかったし。
異性のへそだ。おへそ？そう、へそを崇め奉り絶対とする宗教だ。おへそを拝むの？いや、違う、舐める。うわ軽く引くな。これが軽くに見える？うん、ドン引きだね一応言っておくが、単なる思いつきだからな。本当に？本当だ。ミキに念押ししつつ、俺はカウンター席に座った。身を乗り出し、カウンター奥の厨房にいるアツシにも声を投げる。よー、来たぞ。いらっしゃい。一瞬だけこちらを見てから返してきた。何かの作業中なのだろうか。なんかこう、今までの下りを全部兄の前でやったら多分とっくになんかはった押されてそうだよなはい、お水。あ、ありがとう。ミキが持ってきてくれたグラスを手にして水を一口分流し込む。食堂を通り落ちていく。それはヒヤリとした感覚とともに空っぽの胃まで到達した。一応聞いておくけど、本当は何の仕事してたの？プラカード持ち。飯も食わずに同じ場所でずっと立ってる仕事だ。へえ、なんか楽そう。だけど実は意外と大変だったり？大変というか暇だった。そして腹が減った。今日はたくさん食べそうだ。うん、食べなさい。大いに食べなさい。そして売り上げに貢献しなさい。なんだその上から目線は。お客様は神様だろ。リク君をそう呼ぶのは本物の神様に失礼かな。よし、今日は他の店で食べよう。残念ながら何も食べずに退店は認められません。はい、メニュー。素直にここで食べてってとか、食べてってと言えばいいのに。軽いクレームを口にしながら差し出されたメニュー表を受け取る。さて、今日は何を食べようか。ん？なんかこうさ、どうすればいいのってくらい選択肢が多いんですけど、これ大変だぞ普通カレー、金のカレー、銀のカレー、ラーメン、ミキ。ミキ。いや、ミキよりどっちかというとラーメンの方が気になるよね。どうしよう。ネタに走るか、普通にカレー食べるか。でもさ、金のカレーはまだいいんだけどさ、銀のカレーを選ぶの、なんか、なんて言うんだろう。妥協したのか何なのかよくわかんない感じがするよね。なんかさ、ミキを選んだら確実にハッタ押される気がするけど、とりあえず行ってみる？じゃあミキで。じゃあミキにしようかな。はい。俺が厨房に聞こえないよう声を潜めて言うと、ミキは聞き返してきた。お客様、もう一度伺ってよろしいでしょうか。ミキ。なんで私？前にシノが注文してたのを思い出してな。あ、それで私のことを？俺がこの店に初めて来た時だった。カレーと一緒にミキを注文してた。もうシノちゃんってば。ってわけでミキ、大声で言ってみればいいよ。お兄ちゃんからどんな目に遭わされるか。なんだっけ、叩いてさばいて刻んで揚げてだっけ。細かくは覚えてないけど、そんな感じ。お前の兄貴は怖いな。大丈夫、しばらくは被害者出ないから。そうなのか。恋愛なんかしないもん。私しないっていうより興味が持てないっていうか。ほう、その年で。周りは惚れた腫れたで忙しいだろうに。周りは周り、私は私。おお、ちょっとかっこよかった。そういうわけなので、せっかくご注文いただいたのにすいません。そうか、とてもとても残念だ。明らかに棒読みで言われても。んで、本当の注文は？そうだな。え？これどんどん減らして最終的に普通のカレーになるんじゃないの？普通カレーになるんじゃないか？じゃあまあもう一個のネタ枠、ラーメン、とりあえず行ってみる？ラーメン。はい。だから、ラーメン。リク君、ここが何屋さんか知ってる？カレーラーメンくらいならワンチャン。ラーメン屋でもあんま見たことないな、カレーラーメンって。カレー屋だろ？メニューもよく見て。
どこにラーメンがあるの？全く見当たらないな。それを踏まえてもう一回聞くよ。ご注文は？もう一回言っていい？ラーメン。りくくん、もう一回聞くよ。ここは何屋さん？カレー屋だな。名物は普通カレー。うん、正解。この2週間で何回も通ったんだ。知らないはずがないだろう。だよね。で、ご注文は？これ何回かやったらキレられるやつかな。ちょっともう一回言ってみる。ラーメン。バリカタで頼む。何回言われても出せないからね。なんか最終的にカップヌードルみたいなああいうのポンって置かれそうで怖いな。しかし言うのはやめない。ラーメン。リク君、次に選んだら即バットね。何の話だ？こっちの話。うわー、怖えー。行く？行ってみるか。ラーメン。忠告したのに。音楽止まったんですけど。え？本当に終わったんですけど。あー、やらかしたね。うん。いや、まあ、仏の顔も三度まで的なね、ことですわな。いやー、よし、じゃあ一旦ちょっと戻りましょう。って言っても本当にここで終了は無理があるしな。おお、戻れた。あれだ。なんだろう、今クリックしたらこの画面に戻ったからびっくりした。あ、そういうことね。蓋絵されたみたいな感じね。でもあの BGM 止まるあたりちょっとガチっぽさがあったね。何をブツブツつぶやいてるんだ？なんでもないよ。それよりラーメンはもう禁止。粘っても出てこなかったか。本当に出したらどうするつもりだったわけ？ミキはひたすら断ってくれるって信じてた。信じられてもな。さ、そろそろ決めてよ。禁止だけどラーメンあるんですけど。しつこいけどもう一回だけ言ってみる。これをここまで言われてもう一回言ったらどうなるか。ラー。さすがにこれ以上はやめておこう。なんかとうとうなくなった選択肢から、なんかなんて言うんだろう、ほら RPG 系でさ、これ以上質問、何か質問はあるかみたいな選択肢が出てきた時のあれと全く同じ気持ちになったね。いい加減にしろみたいな。まあ RPG っちゃ RPG だもんな。じゃあまあ多分正解は普通カレーなんじゃないんかな。いやでも単純にネタが下に2つこうあっただけで、正直どれでも、この3つならどれでも正解なのかな。じゃあ金のカレー行ってみるか。この金のカレーってのはなんだ？まあメニューの並びから想像してもらえばいいかな。ふむ、なんとなく普通のカレーを選んだ方がいい気がする。まあセオリー通りに行けばそうだね。あ、だがしかし、俺はあえて金のカレーを選ぶ。あえて悪い方向に進むの？悪いの？茨の道でも歩いているうちに痛みが快感へと変わっていくかもしれん。かっこいいこと言っているようで全然かっこよくないんだけど。気にするな。あ、とりあえず俺はこれ、金のカレー。オッケー。それじゃあド M のリク君に金のカレーを準備してきます。激辛とかそういうこと？もしかして。勝手にド M 認定するなよ。今の発言を聞いた限りじゃそうとしか思えないけどね。ミキは俺に背中を向け厨房へと引っ込んでいった。あー、まあ、とりあえずカレー選べばどれでもよかったのか。でもなんだろうね、金銀普通の差。お兄ちゃん、リク君からの注文分出すからね。ああ、ありがとう、よろしく。お待たせしました、金のカレーです。おお、ありが、おお、ナイスリアクション。言いながらミキは俺の前に金のカレーを置いた。多い、多すぎる。何キロくらいあるんだこれ。 1.5、 いや2キロ、
聞いてないぞ、こんなに多いななんて。言ってないもん。言えよ。聞かれてないもん。ぐぐぐ。金の斧を欲しがったおじいさんも納得の贅沢なカレーだよ。あ、ちなみに値段は普通カレーと同じ。ただし残したら罰金。いくらだ？3万円。それはでかいな。ちなみに本日の稼ぎは4000円だ。時間は無制限だから頑張ってみて。なんで大食いチャレンジみたいになってるんだよ。はい、スタート。よっしゃ。わざわざ大声を出して気合を入れる。腹が減ってるのは間違いないんだ。もしかしたらペロッと食べることができるかもしれん。俺はスプーンをつかむと皿に盛られたカレーの山を切り崩しにかかった。完食したのは食べ始めてから2時間と少しが過ぎた頃だった。はち切れそうな胃が余裕を取り戻すまでカウンター席で休憩してから帰路に着いた。金でよかったのかな。はあ。帰ってきた俺はベッドに倒れ伏す。すると睡魔が襲ってきた。俺はポケットに手を突っ込み時計を取り出す。今日もダメだったな。破損した器物の修復や酔っ払ったサラリーマン同士の喧嘩の仲介、様々なことに時計を使って首を突っ込んでみたものの、こちらの望む結果を得ることはできなかった。最新の注意を払っても必ず壊れたり、話がこじれて口論になったりする。一度確定してしまった未来は頑固なまでに歪曲を拒絶していた。どうして変わらないんだろうな。つぶやきながら消灯する。そして薄闇の中で時計を見つめながらそう思うのだ。それでも俺は未来を変えてみたいと、これまで幾度となく思い続けた願い、いや決意だ。それを心の中に漂わせながら俺は目を閉じた。耳の中に滑り込んでくる針の音。それは俺が眠りの中に落ちていくとともにゆっくりと遠ざかり、未来を変えることはできない。そう、それは例えば君が私の心を変えることのできないように。レンさんの瞳には感情の色が灯っていなかった。無機質な瞳とどこか妖艶さを感じさせる唇だけの笑み、それが俺の前にある。そのレンさんは硬直した俺の性器を見つめていた。私は今から君を汚す、何も知らない純粋で真っ白で愚かな君を汚してあげる。レンさん、何を。止めてごらん、りっくん。私一人の行動すらも変えられないで、未来が変えられるなんて思わない方がいいよ。なんて夢見てるんだよ。決意を否定するあの小姉、ひどく愛しいその響きが俺の心に残したのは甘い感傷なんかじゃない。結局変えることができなかったという記憶の爪痕。はあ。ため息をつきながら時計を見つめる。過去の持ち主と今の持ち主である俺、正反対の考えを持つ者二人に所持されてきた。それは俺の心情に反し、のんきな針の音を刻み続けていた。なんか、まあ、さっきちょっとね、一瞬スキップが入りましたけれども、なんかそうだね、
いろんなこと、なんかそういうちょっとした何かしらがあったんだなっていうのはわかる、わか、なんか伝わったと思うんですけど、なんか思った以上にその最初のね、冒頭の蓮さんのまあなんかちょっとテンションとはまたちょっと違ったちょっと暗い感じのテンションで語られて、語りかけられたので、なんかこう、なんか確かになんかちょっとこう胸に刺さって抜けなくなりそうな感じだった。本当になんか、うん、だからこその決意をあら、なんか固めたっていうのもあるのかなって思わされましたね。はあ、じゃあ一旦今日はここまでにして、なんか今日はなんか粉がないとか言ってるんで何の粉がないかは分かんないけど、まあ早速また次回やっていけたらなと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル、良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントなどなどしていただけるととってもとっても嬉しいです。というわけで今回はここまで、また次回もよろしくね。バイバイ。